アグネス台風は1948年11月に紀伊半島に上陸した台風である。進路図、アグネス台風は1948年11月13日に発生し、11月19日の正午頃に紀伊半島南端に上陸。その後東海道沖を通過して日本の東方海上へと去った。この台風の日本上陸日時は1年の中でかなり、 遅く、1990年の11月下旬に上陸し、統計史上最も遅い上陸となった台風28号に次ぐほどの遅さであったが、アグネス台風が上陸した1948年、当時はまだ台風についての正式な統計が行われていなかったことに加え、台風の定義が現在のような基準に確定したのは1951年からであり、アグネス台風も、 上陸時には温帯低気圧に変わっていた可能性がある。これらの理由により、アグネス台風は気象庁による上陸日時が遅い台風のリストには含まれていない。台風により、11月18日から19日にかけ、南西諸島から関東地方にかけての各地で暴風雨となり、被害がもたらされた。宮崎県と鹿児島県で、それぞれ一人、三重県で五人、 愛知県で4人が死亡し、合計で11人が死亡したほか、宮崎県で2人が負傷した。また、建物被害は、全壊、流出17棟、半壊121棟、床上浸水921棟、床下浸水1981棟などとなった。ありがとうございます。